受精物語。ってことで今日はね、こちらのゲームをやっていくんですけども、まあ、このタイトルを聞いてね、まあ、僕みたいな人はね、まあそういう、なんかちょっとエッチなやつなのかなと思ったんですけども、説明欄を見ると別に性的な表現があるわけではなく、ただ単に全年齢の人がね、まあプレイできるゲームということで、まあ今日はこちらのゲームやっていきたいと思います。はい。まあ、そのちょっとなんて言うんだろうな、その神秘的というか、やっぱ人間誰しもこれを経験して、で、その一人の一匹のその精子が受精してこう人間になったというね、やっぱそういう神秘的な、あれの物語なんでね、今日はこちらのゲームをやっていきたいと思います。プレイ。その世界には太古の昔から現在に至るまで語り継がれているある伝説の話があった。え？なんか俺の思ってるあれじゃねえ、宇宙から始まんのこれ。この世界はある周期ごとにカタストロフが訪れ、住人たちは世界の外に放り出されて絶滅する。そして天から神が作りし生命たちが送り込まれ、それがまた一定期間を得ると、外世界に放り出され絶滅し、また新たな生命が、まあ絶滅とかを繰り返してまた新しい生物が生まれてくるっていうことやな。そのようなサイクルを繰り返すことでこの世界は循環して成り立っているのだ。しかし中には奇跡的に生き延びて、桃源郷へたどり着き、美しい女神に出会い、永遠の幸せを手に入れる者もいるだろう。ああ、これがあれだね。タイトルにあった受精ってことじゃない？多分。それはこの世界の全ての住人たちの願望であり、誰もがその女神を狙っていた。しかし女神に会えるのはたった一人だけ。過酷な競争に勝ち抜いた一人だけがそこへたどり着き、己の存在を残すことができるのだ。で、これで今の俺が誕生したってことなんだ。もうこれな、もうみんな保険の授業に俺の動画使っていいぞ、今日は。そうそうそう、なんか可愛い、可愛い子が出てきたけど、どうしたの？これ、なんだ？彼の名は戦士、ナンバー1、これ、性的表現はないんだよな、たまたまか。イクイクゴーゴー。ここに来て平凡に暮らしていたが、最近なぜか胸騒ぎがしている。胸騒ぎ、あれか、カスなんたらだっけ。伝説の話は知っていたが、そんな奇跡的なチャンスは自分の代には現れないだろうと思っていた。あー、このまま平凡な毎日を送って何事もなく寿命が来たら死ぬのだと思っていた。まああれだな。しかし夢の中で女神のような声が自分を呼んでるように聞こえたのだ。女神。自分だけでなく周りの住民たちも口を揃えて同じようなことを言い出していた。これはただごとではない。近々何かが起こるぞと期待に満ちた住人たちは湧き立っていた。まあ、これで、あれだな、女神に行けれるかっていう、この対決が始まるんだな。始まった。精子。行く行く55。まあ、HP は480。まあまああるな。で、アイテムはミトコンドリア。3個。HP を全回復。そういうバトル要素。まあ、そっか。あれなんかな。敵に投げつけると大ダメージを与える。一つしかないので大ピンチ。はぁ。そう、アイテムあると。スキルは特にない。装備。ニュークリア、アルカリの服、ハート、先手ブーツ。あー、アルカリの服。どこだろうな。まあ、とりあえずセーブするか。OK。で、話しかけよう。近々カタストロフが起きるかもしれないな。準備を整えておかないと。
ちょっと待ってね。オッケー。いろいろ気になって今日は眠れそうにないぜ。これも仲間っぽいね。なんか同じ見た目だからさ、これも精子なんかな。お前も見たか？女神の夢を。きっと超絶美しいに違いない。まあ、でもみんなは見たことねえんじゃねえの。ああ、また精子だ。ここには俺たちしかいないが、カタストロフが起こると別のセルからも大量のライバルたちが流れ込んでくるらしい。そう、なんかね、なんだっけ、一億ぐらいおる、なんかあれだよね、一兆体一兆体ぐらいのあれが、うわーって勢揃いするんだよな、確か。あ、寝てる。ここが寝床なんだ。ちょっともうちょいちゃんとしてほしいな。これ何これ。よしよし。もう寝ますか？寝る。あー、寝ません。ちょっと話しかけてから寝よう。俺たちはきっと選ばれた世代なんだよ。それが正解だったって神様に証明してやろうぜ。まああれだな、結婚する人もいるしいない人もいるから、まあ今回の人はまあ結婚してパートナーができたみたいな感じなのかな。落ち着け、まだ何も確定したわけではない。落ち着くんだ。まあでも実際問題こんな感じになってんだろうね。なんかそう思うとあれだな。壁に切れ目があるように見えるが固く閉まっている。なんかな、そう思うとさ、日々のそういうこともなんかするのがちょっとおこがましくなってくるんだけど。まあ、どうなんでしょうね。ね、僕はほぼ毎日してしまうんだけど。でもな、そう思うとこういう奴らが、なんかかわいそうに覚えてきちゃったけど。まあでもそれはそれで、俺の生きるために必要なことだがな。まあとりあえずセーブして寝るか。なんだ？なんか揺れてる。カタスト、なんだっけなんか、あれか？始まったのか？なんだ揺れてるぞ！こんなに揺れるんだ！それマジ、毎日大地震起こしちゃってるわ、じゃあ。とうとう時が来たな。なんかお前冷静だな、すごく。大人だな。焦るな。こんな時こそ冷静に。俺たちの誰かが伝説になるかもしれない。お互いベストを尽くそうぜ。おー、ライバルだけどこういう熱い友情あるんだ。うわー、ちょっと いいな、感動する。あ、上があれね。この揺れ、とうとうカタストロフが来るのか。カタストロフで、カタストロフ覚えよう。あ、もういないか。じゃあ上に行ってあれするか。一旦セーブしよう、その前に。OK。 来るぞ。準備満タン。じゃあこれセーブするか。セーブ。これいいのかな。ここで待機をする。はい、来たぞ、カタストロフだ。どんな感じなんだろう。うわー、なんだ？ミッション。体力と寿命が尽きる前に、一番乗りで女神を元へたどり着け。あー、始まった、こっから。これで俺が子供になるかならないかの対決。やばい、ちょっと待って。ぐだりまくってる。何？大地登竜門、逆流の川。女神の宮入り口では激しく流れる川が、侵入者の行く手を阻む。この関門を突破するには、鮭の、川登りのごとく足を取られないように根気強く、川を登り切るの必要である。なんかすげえ、ふーん、たけし城みたいなの始まった。急にたけし城みたいなこと始まったぞ。まあ、とにかくこの川を登ればいいってことで、その前にさ、俺が読んでる間にもう進んでるのずるいって。なあ、ちょっと。もうさ、5歩ぐらい出遅れてんだけど、嘘だろ。やべ、急がねえと。セーブ。やばい、意外と遅い。なんか変な奴らもおる。あれなんだ、吐きっていうか。でも話しかけれるのかな。話しかけれねえよ。まあもうみんな黙々と言ってるわ。あ、陸だ、陸に登ろう、とりあえず。行
しまで。あ、はしご、あー、なんだ、白血球パトラール OK 逃げた。とにかく逃げよう。もう、いや、急ぐ。もうとにかく急げ、逃げて、もう登るんだ、登れ登れ、全力で登れ。やばい、襲われまくって、やばいとこ来た。焼けつく大地第2巻も焼けつく大地、焼けつくような共産の沼地は、侵入者をドロドロに溶かして幻滅させる。それに頼るアルカリのバリアのみ。しかしそれを着用してもダメージは賄えないほど酸は強烈である。やばい、これはダメージを打ってことなのか。あんまこのマグマのところ進むと、でもマグマのところ行かないと先進めないんだ。もうこれ行くしかね。やばい、めっちゃダメージ受けてる多分。ちょっとやばい、いや、めっちゃダメージ、やばい、なんか捕まった。あー、パトローラー来た。なんでお前パトローラー、白血球はちょっと黙っとれ。やばい、もう捕まったよ、もうクソがよ。あー、もう、あー、もうはめられた。ちょっと待って、これ逃げれるか。やばい、もうお前ずる、マジで本当にしょうもないね、マジで本当に。なあ、なあ、行かしてくれよ。おい、俺に受精させろよ。ちょ、はめられたが戦うしかねえ。ちょ、攻撃するか。アイテム、まあ回復あるからいいか、戦おう。オッケー。え、あー、やばい、ちょっとダメージ、いや、与えれないかと。いや、もうはめられたからこれ倒すしかねえな。いやー、無理だよな、無理だよな。じゃあ俺はもう、もう一回だけチャンス。いや、もう無理だな。じゃあもう、あ、もう戦うしかない。もうこれはもう頼む、当たれ、もう頼むよ、ねえ、俺でね、行かしてくれよ。なんて行かしてくんねえの、ねえ、そんな、ねえ、じゃあどうやって俺生まれてきたんだよ。じゃあなんもうさ、本当にこいつ、なんなん、マジで、なんでゼロダメージなんだよ。せめて1、もう、ああ死んじゃった。みんな、やり直してきて、その、ついで見てきたんだけどね、ちゃんと白血球に注意しろって書いてあったわ、なんか。侵入者を防ぐ白血球がいるから、そういう注意しろって言ってくるんだけど、めちゃくちゃ周りにいるから、こうね、もう急いでね、こうやってね、まっすぐ行くっていうことでやると、クリアできるんですよね。はい。もうほんとさっきでね、はめ技食らうのが一番嫌だからね、ほんとに。もう、めっちゃダメージ食らっちゃったよ。110しかない、辛すぎる。でも、ここはもうアイテム使っちゃってよくない？ウトロコドリア。もう使うわ。オッケー。これ400ありゃ大丈夫だろう。オッケー。運命の分かれ道。迷路のようななんとかゾーンの先には運命の分かれ道。左右どちらの部屋に女神が待っているのか、たどり着いたものにしかも、あー、運命の二択来た、ここで。やばい、白血球がおる。まあ、ただ、周りのやつらも、こう迷ってるから、いける。オッケー。で、下行って、待って、お前を一回そっち行かし、いやーもう、お前がこっち来て、オッケー、こう行く。どこだ？あー、なんか落とし穴がある。これじゃねえな。やばい、ちょっと逃げて。なんかね、白血球、黒いやつもんだよ。何あれ？なんかもう、よくわかんないけど、これ下か？あれ？違う。ああ、もうなんかわかんない。もう迷子になっちゃった。もうどうしよう。こっちか。やばい。危ない。こっち。あーし。上行って、こっちか。あ、なんかバグってやつもる。なんかもう、ああ、な、落とし穴しかない。あれ？なんか部屋なくね？あ？危ない。え、どこだこれ？え？どっかに、あー、どっかにあんのかこれ。うわー、キラーエンジェル、なんか進化しやがった。逃げよう。とりあえずなんか探したいけど、あー、もう、あー、もうやだよ。もうなんかもう強いじゃん絶対お前。ちょっと待って、積まないようにしなきゃ。これ多分積むな、場所によっては。やばいやばい、下からも、やばい、やばい、あ、よかった、臭い。いや、逃げる。あー、終わった、積んだー。うわ、積んじまった、くっそ、うわ、
もうお前らマジクソい。だー、ちょ、マジみんなないんだけどさ、もしかしてだけどさ、この黒いやつってそうなの？もしかしてだけど、これ嘘だ、ちょっと待って、これだ。うわ、もう俺もうめっちゃ死んだんだけど、マジでさ、これか。あ、やばい、ライバルがいる。ちょっと待って、頑張れ頑張れ、ちょ、この存在で追いつけるかこれ。あー、やばい、ちょっと待って、戦闘やばい、先越される、頼む。いやー、これ大丈夫か。あ、間に合ったくせ、大丈夫だ。あ、どうやら誰かが先にせ、あー、女神への道はと、うわ、もうどかー、嘘だろ。ゲームオーバーだー、ゲームオーバーだ。ちょ、これもう一回やらして、一旦急いで、もう連打するしかない。このスマホ操作ではもう連打するしかないと思う俺は。よし、いった、よし、もうこの先陣取った時点で勝ち。よし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 、よし、これ勝った。俺、お、女神だ。どうやら一番乗りと来たー、神秘的なシーン来たー。聖書からだわ、砕け散った。え、え、違かったってこと。あ、なんか、ん、何これ、エンディング。あ、動かずれる、何これ、ハートになっちゃった。え、何これ、これを取れるわけではない。これど上に進む、はあ、いった、これあれか、女神か。ああ、これ受精したってこと。ここまで来てくれてありがとう。私たちは新しい生命となって永遠に共にある。なんかちょっと泣けてきたきっと幸せになりましょう。生まれた！やばい、なんかちょっと涙が出てきた。俺、ちょっと最近マジで涙がもろすぎる、マジで。うわぁ！うわぁ、クリアしたわ。うわぁ、なんか普通になんかいい、やっぱ、いいね。なんかさ、いや、マジでなんかちょっと、いや、ほんと神秘的で、ありがとうございました、制作者。面白かった、このゲーム。天気予報ブレイク。いや、面白かった。いや、いいね。うん。シンプル感動ゲームだったわ。なんか。途中なんかいろいろな、ほんと迷ったりしたけど、こうやって、俺も生まれてきたんだな。はい、ってことで、受精物語でした。まあ、よかったらね、いいねと。チャンネル登録して、また次回の動画も楽しみにしていてくださいって声なしまでした。また次回でお会いしましょう。ってことはさ、生まれてきた俺って英雄じゃね？